人形。知り合いの話。山頂のお堂にお参りに行く途中のこと。参道にあるお地蔵様の前に可愛らしい人形が落ちていた。彼女は綺麗に埃を取ってやり、地蔵様の横に並べたのだという。数時間後、降りてくると、人形はなくなっていた。前の木を見ると、ズタズタに引き裂かれた人形が、木釘で打ちつけてあった。思わず悲鳴を上げて、その場から逃げ出したそうだ。人形。